ください。はい、このコーナーはですね、リスナーの方から、ツイッターとメールで募集した宮野守さんに言ってほしい愛のつぶやきを、ツイッターでね、こう140までしか書けないんで、つぶやきって言われてるんですよ、お互いのつぶやきをこう見せ合うさって言われてるんで、そのつぶやきを本当に宮野さんに声に出していただこうと。はい、でそれをですね、私いつも声優さんが来た時に変態音響監督っていう肩書きに、なんか嫌だなそれ、なんか嫌な予感がしてきたよ、何その肩書き。まあ大体やってみれば分かると思うんですけど、うわ嫌だよ。大体の人は一回やってみると、あこの人変態だって、らしいんですけど、なんか想像ついてきた、うわ嫌だ。宮野さんに言ってほしい愛のつぶやきをリスナーの方からたくさんいただいたんで、どんどんやりたいと思います。まずは今日だから、今日はこれリアルにどっかで言ってそうな気がしますよね。ラジオネームニワトリのハロさんからいただいた、言えばいいんですね、このセリフを。じゃあ普通に、そうですね、普通の設定、まず何も言わずに言ったらどうなるのか、宮野さんにお願いしたいと思います。それでは宮野さんどうぞ。3月14日って今、すみません、僕の目を見て言ってくれるのはすごい嬉しいんですけど、マジでドキッとするんだ、なんでこうドキッとするんだろう、ね、さらっと有形でね、さらっと有形ですよね、さらっと有形で、彼自信ありましたよ今ね、イケメンとして、あ俺モテてる、あいっぱいもらっちゃったけど、もらった前提な今ちょっと発言でしたね。ですよね、かなり微妙なエラーじゃってました、ちょっとね、それをもう、本当にこんな人を俺にくれたのっていうドキドキしている純真な中学生ぐらいの感じで、はい、え3月14日暇ですかみたいなのを、はい、おずおずと言ったらおずおずどうなるのかっていう感じで、はい、宮野さんに演じていただけたらと思います、ね、こんな感じで僕が今日やることは、はい、それでは宮野守さんに言っていただきましょう。今度は純真な中学生でどうぞ。3月14日って暇、声だけ聞いた瞬間に、やばいこの子をすごい甘やかしたいって思ったんですけど、すいません宮野さんが面白顔で言ったっていう、これをよくやっちゃうんですね、ラジオで伝わらないことを平気でやるっていう、顔芸嫌いじゃないんですね。じゃあ今回はどうですか今の、今のは正直お姉さんとしては、ごめん、今お姉さん、自分の中に今お姉さんが召喚されました、今のでもお分かりな通り、最近ね、気持ち悪いでしょ、気持ち悪い、最近分かったんですけど、こういうのを楽しむに肉体の性は関係ない、どっちでもいける、気持ち悪い、そっか、じゃあもうちょっと甘くしてみようかな、なんだろうな、じゃあ続き、今ですね設定がかなり、はい、何でしょう、モテる人がチャラ男系のモテ方だった感じがちょっとしたんですよ、みたいなね、そういうんじゃなくて、すごく誠実に、結婚を前提に同棲している彼氏彼女の設定で、このラジオネームハタロウさんから言っていただいたこのつぶやきを読んでいただけたら嬉しいかなと思うんですけど、この辺さっきから不思議なことに男子が送ったセリフばっかりなんですよ、なんて分かんないけど、じゃあそれでは宮野さんお願いします。この肉じゃが、君の優しさの味がするよ。これからも作ってくれる？今妄想の中で、食事の最中だけども、終わった後に肩をこう抱いてましたよ、ね、正面からこうまっすぐ行って、そうですね、女子の肩抱いてましたよね、はい、もうこういう時はね、ちゃんと言わないといけないんだよね、わかります、はい、じゃあそれが今はすごいちゃんとモテる男だから言えたんだと思ってまた出た、それをリアルな男子として考えると、こんなストレートのセリフ思いついても、そんなストレートで普通は言えないわけですよ、なかなか言えないセリフではありますよね、それをなんか男子同士でも、男子としてもそれは言えるなっていう、男子同士、どうしようかと思った男子が本当に付き合ってる女の子に、頑張って言う時、頑張って本当に付き合ってる女の子に、で女の子のも言われた後に、さっきのだともう、ああもうっていう風にそのまま流れ込んじゃう感じなるほどね、頑張ってる感じで、やだもうって言いながら内心超嬉しいみたいなリアクションが女子が取れる、誠実な男が頑張って言うとどうなるかなと、あもう難しいこと言いますね、はい、ごめん、ではそういう無茶な要求をぶつけさせていただきました、宮野守さんお願いします。この肉じゃが、君の優しさの味がするよ。これからも作ってくれる？年下と付き合っててよかったじゃん。よく年下の彼氏選んでた。いや、こういうのがあるから若い子育てたいんだよっていう、なんだろう。
この気持ち。すごい妄想爆発しますね。分かるな。いや、いくらでも行けますね、こういうの、ね。吉田さん。ね、いや、僕はこれね、もう本当にいくらでも行けるんですよね。どうしようかな。じゃあ今度は、大学生ぐらいになっていただいて。大学生ぐらい。大学生ぐらいになっていただいて、女子のことをあんまり誘ったことがない子が、頑張って言うつもりで、ラジオネームプッチンマモマモさんから送っていただいた。これ多分女子だと思うんですよね。ですね、この2行ですね。誘ったことない人誘ったことないけど頑張るっていう感じ、もうもしかしたら、はい、まあ、はっきり言いましょう、まあ、チェリーボーイな感じで、あえてこれを男子として言っていただくとどうなるのか。じゃあそれでは宮野真守さん、お願いします。終電の時間気にしてるの？心配しないで、今日は返さないから。後輩言うに従って俺なんてことを言ってるんだろうって気持ちにどんどん変わってきませんでした？そうですね、俺何をしてるんだろうです、どっちかっていうと。俺今何してる、今この瞬間そうだね。ごめんね、冷静にだんだんなってきちゃいましたね。冷静になってきちゃいましたね。じゃあちょっとここ変えよう、ま、ずい、ここ変えよう、全然違うことやろう、うん、じゃあですね、ラジオネームなべまささんが送ってくれた、こちらをですね、ものすごいもうストレートに書いてあるんで、この一振り言っていただければ、もうセリフ言っていただければもうなんだかもう分かると思いますんで、あえてこちらを今度は、やっていただきたいと思います。じゃあそれではまるで M1 の決勝のステージであるかのように、お願いしたいと思います。宮野さんどうぞ。安心してください、マモのここ空いてますよ。やりたくてやってる、やりたくてやってる感じ。こういうの絶対嫌いじゃないんですね、これやっぱりね、どっか書いてもね、しかもちょっと芸風似てる。あ、すいません、目がすげえ似てる、めっちゃ似てる、もっと撮れんねん、すごい似てる。なんだろうこの感じ、どうしてそんなに似てるのかが不思議な感じよ。じゃああとは、不思議な方向行こうかな。これラジオネームカラーオブザスカイさんからいただいたやつで、いいな、カラーオブザスカイさんはなんでかわかんないですけど、こういうセリフをいただいてますんで、はい、これを何風に言うのが面白いかな。じゃあすいません、あえてやらないと思うんですけど、はい、40代、今同僚と飲んでてベロベロ直前の親父さんとして普通に同僚に語りかけていただいてもいいですか？わかりました。大人ベロベロじゃん、ベロベロの直前の状態で。それでは宮野さん、そんなのもやっていただきたいと思います、はい、どうぞ。朝勝利どうなっちゃうんだろうね。うまい、うまいっすか。こういうのなんでイケメンさんしか聞いたことなかったんで、逆におっちゃんミス初めて聞いたんですけど、朝勝利どうなっちゃうんだろうね。気になる、気になるでしょ、本当にね、どうなっちゃうんだろう。40ぐらいだとすごいみんな気になってると思うよ、気になってる話題だと思うんですけど、すごいな。意外とそういう汚れ役とかってないですけど、皆さんやってみたくはある。汚れ役ですか？ね、もう全然何でもござれですよね。何でもござれ、はい、じゃあこういう役も来たらやっていただけるんですね。もう今ここでね、どん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 、じゃあ僕を見出しからどん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 新しい僕を。マジですか？じゃあマックス行きましょうか。そしたら仕事来るかもしれないから。本当ですか？じゃあラジオネーム総次郎さんから、もう本当にしょうもないセリフが1個来てるんで、本当にこのしょうもないやつを、宮野さん考えるマックスでやっていただいていいですか？マックスの濃いめで、これを。いいよ。じゃあそれではたまにはやんないとね。たまには、うん、千葉県のラジオネーム総次郎さんから送っていただいた愛のつぶやきでございます。では、おい、やめろよ、そこバカじゃないの。今のセリフすごいマックスやっていただきましたけど、うん、今のはまあ勝手ながら、まあ、僕はなんか爪りの男子がなんかひどい目に遭ってるイメージが浮かんじゃったんですけども、うん、すいません、それはですね、そうだな、美穂ヶ関部屋で行われていたらどうなりますか？どういうこと、どういうこと？朝稽古の最中だったら今のセリフはどうなりますか？朝稽古の最中、朝稽古の最中で、どういうこと？本気で男子たちが組み合っていたらこういう言葉になってもおかしくないでしょ。はい、来た来た来た、ちょっと会いに来てる、関取が降りてきてる、はい、それでは宮野関に、はい、最後宮野関にお願いしたいと思います。それではこれがもし相撲部屋だったらどうぞ。おい、やめろよ。そこは、どつこーい。すごい、蜂蜜二郎の
の息だちょっとマジで俺貧血を起こしたありがとうマックスやってくれてありがとうだけどこれだと女子的な後味が悪いらしいのでなるほど、最後に女子があの期待してそうなやつをですねがっつりやっていただきたいと思います。いいよ、じゃあこちらラジオネームひろまるさんのやつ、うん、これをもう本当にじゃああのどれ、これなんですよ、お前のから始まるこれね、はい、これを、じゃあ宮野真守さんが演技じゃなく言うとどうなのか。あ、わかりました。素で、こういうの恥ずかしくないんですか。大丈夫ですよ。素でがっつり言えます。素で、はい、素でじゃあお願いしたいと思います。では、はい、お前の左手の薬指絶対に開けとけよ。あの真正面から僕を見せていただいて、絶対開けとけよ。妻子がいるんでやべえ、ここオランダだったら俺なんか書き込んでた気がする、そういうことして大丈夫な国だったらしてたかもしれない、